はいどうも、むつみです。むつみです。イエーイ、はい、今回はソフィアの黒柳さんに来ていただきました。今日はですね、私からまたリクエストさせていただきまして、いろいろね、こうむつみくんと出会ってからちょっとベースを上手になりたいなっていう欲が51にもなって出まして、はい、嬉しいそれでじわじわ練習をしてるわけですよ、はい、で、ね、むつみくんの動画とか見ながら、いろんなストレッチだったりとかね、ネジの練習だったりとかってやってるんです、うん、スラップにも挑戦したいなと思って練習してるんですけど、ちょっと疑問が出てきたんで、はい、質問をいくつか持ってきたんで答えていただきたいなと思ってるわけです、はい、ありがとうございます。というわけで、第1回黒柳さんが聞くスラップの疑問ということで第1回ということでシリーズものになりますので、はい、皆さん多分これで悩んでる方も多いんじゃないかなと思いますので、はい、参考にしてみてください。第1回の今回はどのような疑問でしょうか。スラップとかをやりたいと思って動画とか見てフレーズとか練習方法なんてやつがあるじゃないですか、はい、そう、練習をする前の段階のウォーミングアップ的なもの、車で言うとアイドリングみたいなものっていうのはむつみくんとかやってるのかな。なるほど。あの僕とかはこう急にねこうやって持っていきなりこうやってやっちゃうわけじゃないですか、はいはいはい、でもいきなりやると、まあ、当然最初はうまくいかないわけですよ、うん、でも何回かやってるうちに、まあ、エンジンかかってきてやるようになるんだけど、このエンジンがかかるまでにやってるこの練習って合ってるのかな。もしかしたら上手い人たちはその前に何かウォーミングアップをやってるのじゃないかなって思ったところが今回のスタートですよ。なるほど、はい、こっちはね、運指の練習とかこうストレッチとかあるじゃないですか、はい、こっちのストレッチです。こっちをエンジンかける方法ですよね、はい、そこのアイドリングの方法がもしあったならば教えていただきたい。了解しました、はい、人間って横着なもので現状維持したくてできるだけ動かなくていい状態を作り出してしまうんですよね、うん、だから最初ウォーミングアップをしないと指が動かないっていうのはそれで体がもう休みたいって言ってるんです。でもそこを無理やりエンジンをかけてあげることで体がいやいや重い腰を持ち上げて、うん、じゃあ動くよって言うんですよね。練習をしていると後半の方が指動くとかありませんか。またはいっぱい練習した後曲を弾くと弾きやすいとか、それって筋肉とか神経が温まってる状態なんですよね。その状態からスタートすることで効率のいい練習というのができるわけです。そこです。僕が聞きたいのはそこです。そこですよね。僕の人生もう残りそんなないんでちょっとだけ効率上げたいんですもう伸びしろもそんなないけど人生もそんなもん残ってない残りの時間がっていう、残りの時間をなるべく効率よくしたいんで、スタートダッシュをちゃんと練習でもしたいんです。オッケーです。ウォーミングアップ10分くらいやれば十分だと僕は思っています、はい、左手の練習、こっちのやつは先ほど黒柳さんが言ったようにこういう基礎練習的なババババババみたいなできるんですけど、スラップってもうスラップじゃないと温まらないんですよね。そこですよ。スラップの一番の要は何かといったら僕が思っているのはサムピングなんですよ、うん、明らかにサムピングの方が出る頻度って多くないですか。で、ここの回転、親指を、まあ、回転使わなくてもいいんですけど、この親指で叩く作業っていうのがうまくいかないとフレーズがうまく弾けないとかスピードが上がらないとかあるわけです。なのでこのサムピングでひたすら音を出していくっていうことを僕はまずやります。まずやるのが音を出しやすいゴーストノート。左手を軽くこう弦に触れてこうやって音が鳴らない状態にします。はい、この状態でサムピングをポン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 やっていくんですけど、これです。あ、なるほど。そうっていうのを、で、ひたすらやるんですね。でも今4弦だけじゃない。はい、でこれをじゃあ各弦を1弦まで含めて、あ、この時は全部の弦をやる必要はなくて好きな弦でいいです。あ、なるほど。3弦がやりやすかったら3弦でもいいし、これの目的っていうのがこの動きを体にもう一回覚えさせるっていうところなんですよね。なので最初は初心者の方とか手首がうまく使えないと思います。いっぱい練習してるうちに手首の回転の感覚をつかんだけど次の日には手首が全然回らない、だから腕を使ってこうなってしまうという方も多いと思うんですよね。僕もそうだったんですけど、で、それを防ぐためにここを温めるだけなので、でやるんですけど、この時のコツは速い速度でやる必要はないということですね。できるだけ長い時間やってください。でもそれは10分間続けるとかじゃなくて1分2分でいいです。1分2分これをやるのってやってみたらわかるんですけどめちゃきついんですよきついね。ウォーミングアップって楽なものがウォーミングアップじゃないと僕思ってて、きついところまでやってやっとそのきついレベルのところまで指が動きやすくなるって僕は思ってるんですよね。すごいストイックだBPM60 のテンポでウォーミングアップをしたならスイッチが入るのは60までだと僕思ってます。80のところまでやったら80までのスイッチが入るしっていうので、筋トレやる方ならわかると思うんですけど、ベンチプレスとかやるときマックスの重量を更新しようと、マックスの重量に挑戦しようとするとき突然マックスの重量を持ち上げないんですよね。怪我の原因にもなるし、重たいものが持ち上がらないんです。最初って神経にスイッチを入れてないから、だからそれをやるんですよね。
BPM は関係ありません。別にメトロノームに合わせる必要もなくてっていう感じで、ウォーミングアップなので意識すること、しっかり音を出す。これがこんなしょぼしょぼの音でやってもそれは意味のないウォーミングアップなので、さっさと練習に取り掛かった方が早い。それをやるならじゃなくて、ゆっくりでも手首の回転を意識できるレベル、自分がしっかりとしたフォームだなと思えるテンポでってやる。僕は慣れてるので最初からこのテンポでできますけど、ゆっくりのテンポでもしっかり音を出そうとすればきついですから、をまずやります。で、1分くらい休憩取ってください。ここで休ませないと次の練習、次のウォーミングアップもうまくできません。腕が疲れちゃって。次にプルを交えます。またまたゴーストノートしかやらないんですけど、プルっていうのはこういうものですよね。カチッて人差し指か中指で弾くものなんですけど、これでサムサムプルっていうのを僕はいっぱいやりますね。こういう感じ。サムサムプル、サムサムプル。この時オクターブで押さえてもいいです。弦を移動させてもいい。ここはアレンジしてください。何でもいいです。やりたいのはこのサムサムプルっていう動作、これを自分ができる限界速度でやるんですよね。限界速度って言っても短い時間めっちゃ早く弾ける速度ではなくて、またまた1分間弾けるくらいの速度でやります。そもそもこのサムサムプルができないっていう方はゆっくりのところでやってください。これでも OK。 これ何をしてるかっていうと、速いスラップとかをするときってどこを使用するか、肩の後ろなんですよね。肩の後ろをひたすらこう温め続ける作業になります。もちろん手首とかも使うんですけど、主は肩の後ろ、三角筋の後ろですね。ここをひたすらやってると、ここがめちゃくちゃ痛くなるんですよ。結局追い込むのね。そう、追い込みます。一回追い込んでスイッチを入れて、ベースってそんなに力のいる作業ではないので、追い込んでも別に平気です。で、そこでやっとあったまったなって言って曲のコピーに入るってやると、一回試してみてください。めっちゃ動きますから、想像以上に動きます。目的に応じてなんですよね、これ。例えば目的が弦をしっかり鳴らしたいのであれば、最初のこの作業にプラスして弦を鳴らす作業をするんですよね。今ゴーストノートでやりましたけど、4弦開放弦をと鳴らすようにする。ゴーストノートって弦の上に叩きつけるだけで音が出るんですよ。でも実音っていうのは、その実音を鳴らすフォームでやらないと音が鳴らない。その実音を鳴らしたいんだから、手段としては実音を鳴らさなきゃダメだよね、ということでみたいな感じで全部の弦でそれをやってみる。もしも1弦をしっかり鳴らしたいっていうのであれば、1弦をサムピングしないと1弦を鳴らす神経とか小手先の能力っていうのは温まらないので、っていうのを僕はやってますね。なるほどね、はい、実音をちゃんと全部の弦で鳴らすって意外にやってみると難しいじゃないですか、はい、これがやってることで多いのが、多い失敗が、はい、やってもちょっと変な音が鳴ってる時が今もあったじゃないですか、はいはいはい、でもそれでも構わず続けていった方がいいのか、一回そこで立ち止まって仕切り直した方がいいのか。動画の途中に失礼します。今回のこのウォーミングアップのお話、むつみのベース塾の中ではもっと詳しくお話ししております。僕一人で説明してるんですけどね、興味がある方は概要欄をチェック。では動画に戻ります。お邪魔してすみませんでした。ちょっと変な音が鳴ってる時が今もあったじゃないですか、はいはいはい、でもそれでも構わず続けていった方がいいのか、一回そこで立ち止まって仕切り直した方がいいのか。両方やった方がいいです、ね、両方やった方がいい、はい、もう突き進んじゃう時もあるし、止まっちゃってもう一回仕切り直してもこともやらなきゃいけない。そうですね、どっちもやるべきだと。そうです、2つのルートがあって、はい、行き着く場所は一緒なんですよ、はい、綺麗に音を出せて、しかも持久力がある、速さが出せるっていうところは一緒なんですけど、はい、最初から両方やろうと思っても無理と僕思ってます、はい、どっちかを先にやる。スピードを出してがむしゃらに音が微妙に出てないけどやる、それとめっちゃしっかり音を出しながらちょっとゆっくりのテンポでやる、どっちも違う辛さがあります。むずみくんとか楽勝で当たり前だけど、はい、簡単にやれるけど、今俺がやったみたいにうまくできなくても、そこは割り切って突き進む時と、その立ち止まってとにかくひたすらやれと。
そうです。そうです。もう当たり前だよね。僕のおすすめは突き進んだ後にそこを集中してそこをもう一回やる。精度を上げていくっていうやり方がおすすめで、はいはい、なぜかというと動かす筋肉がそもそも育ってなかったらそのコツみたいな精度を上げることも不可能だからですね。はい、その通りですよね。そうですね。車だってまずはスピードが出るようにしてそこから改善点が見つかってくるんですよ。えらい揺れるとかうるさすぎるとかで、そこをもう走るの前提でやってるわけですね。僕たちは動くの前提でそこからクオリティを上げていかなきゃいけない。僕もねサムピングめちゃ難しくて、この今2弦とか1弦とか普通に鳴らせてますけど、これ鳴らすまでに3年かかりましたね。これ鳴らないよね。1弦のサムとかって不安になるもんね。そう、音弱みたいな。3年もかかるのね。あの音鳴るのは鳴るんです、はい、音鳴るのと鳴らすのって違いますから ね、 そうだね。ニュアンス、これはやっていかないとわからないんですけど、はい、言ってしまえばこれも音が鳴ってるんです、はい、でも鳴らしたい音はこれなんです。これも鳴ってる。でも鳴らしたいのはこれ。クオリティを上げていきましょう。3年である程度この音が出るようになって、多分今聞いたらもっとひどいんですよ。あ、当時をね振り返ってみるとね。そこから練習しまくって自分の課題にしっかり向き合いましょう。出ないものに対してブツブツ言ってても現状変わらないので、それに対してどういう手段を取るかによって皆さんの実力っていうのは変わると思います、はい、もうそこでツイッターに愚痴る。それだといつまで経っても上手くならないですよね。なんか根が深い問題だな。そう、根が深い問題なんですよ。でもあれだよね、今見たら本当に今俺もできないから、でもやったからできない自分に気づくわけじゃないですか、はい、でこうね、むつみくんみたいに相談できる相手がいるわけだから、はい、そこで聞けば答えてもらえるわけじゃないですか、はい、でそれをあとは俺が家帰ってやるだけなんで、はい、とても有意義な説明でございます。 ありがとうございます。でもすごい良かったのはやっぱあれだね、鳴っちゃうんじゃなくても鳴らすっていうねをちゃんと本当に理解した方がいいなと思いますね。そうですね。魚釣りとかもさ、釣れちゃったじゃなくて狙った魚を釣りに行くみたいなね。そうですそうです。全然違うものじゃないですか。そうなんですよ。それもだから一緒だよね。鳴らしたい音を鳴らしに行くことができるっていうところまで自分をちゃんと自分と向き合うっていうの大事ですよ。そうですね、はい、51歳頑張ります。51歳とか言ってますけど武道館とかやってますからね。そうですよ。恥ずかしい恥ずかしいプレーを恥ずかしいプレー個人的には恥ずかしいプレーをっていう、かっこいいんですよ。というわけで今回は第1回で黒柳さんが聞くスラップの疑問ということで、ウォーミングアップのお話でした。ぜひ試してみてください。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやってるのでそちらもよろしくお願いします。サブチャンネルもよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。